赤い鉛筆なんかを使って最初に下書きをするんですけれど、これはニコラさんのモノマネなんですね。ニコラさんが赤い鉛筆で丁寧にスケッチしてから、油絵を乗せていってましたけれども、僕もちょっと真似して、ちょっと細かく自分なりに細かく描いてから油絵を移っていこうと思って、今回はこの赤い色鉛筆で描き始めています。どうやっても細かくならない、細かくできないんですね。いや下手ですね。もう常にこの状態で頭部と顎との見方が違います。上は上で見てるし、下は下で見てますね。二通りの視点を持ってます。やっぱりこう客観的には捉えられないんでしょうね。上は主観的、下も主観的、影を頑張ってつけてますけど、ちょっともう限界でそろそろ自己表現に入ってきます。やばいやばいと、この辺でもうかなりやばい。やっぱ彼のようには描けないな。この辺に目を描いて、でもここはここで合ってるんやけれど、こう描いたらこれ鼻長いんじゃないかななんて思って、ここで気づくんですね。上蓋骨、顎の骨とが、くっついてるとしたら、ずいぶん下の方は真正面から見てますね。でそういう、間違いを、徐々に、理解しながら、変えていくと、形がいつの間にか一体的しに、思考とともに作られていくんですね。最初から合ってる形を変えてしまうと、これがまた言葉を持たない絵になっていくということなんです。言葉って何か、絵っていうのは言葉だと思うんですが、この言葉っていうものを表現する、絵が喋るようにするっていうことなんですけれど、言葉っていうのはいつ、現れるかというと、僕らが言葉を失った時なんですね。言葉を失う時っていうのは、要するに絶望したりとか、間違ったりとか、つまり絶句した時ですね。そうすると言葉を失った途端に本当の言葉が現れる。その言葉は別名真理と言いまして、人によって見え方が違うものなんですね。で宣伝文句で使われる言葉、僕らが社会的に使う言葉っていうのは記号であってですね、生き物ではないんですね。人から人に伝えるただの看板みたいなものです。これは言葉ではなくて、なんて言うんでしょうね、記号、一側面からしか見れないものなんでしょうね。でそれを絵だと思っている人が、ほとんどだと思うんですが、芸術っていうのはやっぱり生き物っていうことがやっぱり言葉、生きた言葉、そして真理、生きた真理なんですね。で真理っていうのは動きます。一定じゃないです。真理っていうのはいつ何時も、動いてどこにいるかわからないようなものです。言葉もその通りで、どこにあるか本当はわからないけれども、僕たちは言葉を知ったように最初から、言葉を、掴んでこうだと思うからこう書いていくっていうような感じで書くんですが、途中で壁にぶち当たって、もうこれどうでもいいやとなって絶望するわけですね。そうした時に言葉っていうのが本当に現れる。それを捕まえれるかどうか。最初絵を描き始めるときは感動したものを描き始めるんですが、その感動が描いた途端に消えてしまう。
消えてしまうと自分が何を書いてるかわからなくなる。一体何が書きたかったのかな、最初はこれは書きたかったのにな、書きたかったものを、見失ってしまうんですね。でも見失った時に初めて感動がまた立ち現れてくるというようなことが、つかめると、っていうのはとても面白くなると思うんです。最初に会う感動の形で、それは見た時、出会った時の感動、絵を描いて描き進めていくうちにもう一回現れる感動、これが二度目の感動です。二度目の感動は一度会った感動と顔がちょっと違うんですね。違う顔をしているから最初見分けられないけれども、あ、一回目会った感動だ、顔は違うけれど姿形は違うけれども、これが僕が探し求めてた感動だということで絵が完結するわけです。今まだこれ下地が、赤鉛筆で描いた下地が生きてますね。まあもうちょっと細かく描くつもりでしたが、どうしても筆が太いせいということにしておいてちょっと無理みたいですね。細かく描きたいな、綺麗に描きたいなと思いながらも、一筆置くことにがっかりしてます。なんだこりゃ、なんだこりゃ、色どれがどれか、もうパレット汚いですね。パレットこれはちょっと色が映ってないというか、実際こうなんでしょうね。実際こうで自分の中では色分別ができているというような状態だと思うんですが、白がね濁るんですよね。こうなると白と黒は話しておきましょう。まだ下地が見えてますね。下地、下絵が見えて、赤鉛筆で描いたところが、もうちょっと赤鉛筆で陰影を描こうと思ってたんですが、もう無理ってなって、この辺からめちゃくちゃなってきましたね。もうめちゃくちゃですね、これ。もうこれどうでもよくなってますね。と見せかけてるんですね。どうでもいいやっていう風に見せちゃってるんですね。これ絶望してません。まだ全然絶望しておりません。この辺の絶望はマネです。ポーズですね。絶望のポーズなんですね。何もまだ失っていません。実はこれ冷静に筆を動かしてハーフトーンを作ってるんですね。ハーフトーン大事ですね。油絵ほどハーフトーンが綺麗に出るっていうことはないんですね。油絵のハーフトーン最初見た時感動しましたね。グレーの何とも言えないハーフトーン、最初グレーだと思いましたねけれども黒入ってないんですね。色プラス白なんですね。白で色を汗させて暗く見せるんですね。黒はちょっと最後までまだ使いません。こうやってハーフトーンを全体的に置いていく、ちょっと分厚いですけどね。ハーフトーンって言っても本当はもっとグレーズみたいにしてね、繊細なトーンを出していけば、素人の人見た人もこれは深いトーンだっていう風にちゃんと心に入ってくるんですけど、ここまで雑にやってしまうとちょっと伝わらないかもしれません。でもここでですね、ハーフトーンだということを分からせてやろうと、大きな筆が置かれていますね。これでシルエットが出てきますね。シルエットの中で立ち現れてくるのがこのハーフトーン、ハーフトーンが、どのような立体感を持っているかということが自分の中で徐々に把握できてくるわけです。ハーフトーンに必要なのは濃いビビッドな色彩、シェナならシェナ、グリーンならグリーンのビビッドな色彩、色を混ぜない色、これが明るくて暗い一番純粋な色ですね。色を混ぜないビビッドな色は明るくあって常に、その逆の暗さも持っていますね。こうやってハーフトーンの中をね、自由です。ハーフトーンっていうのは自由です。どんなにめちゃくちゃやってもハーフトーンから出るわけじゃないんでね、もうめちゃくちゃやってください。めちゃくちゃです。もう好き放題、日頃の鬱憤を晴らしていくような感じですね。で、何が正確なタッチかということを僕はいつも考えるんですけれども、一番正確なものというのはやっぱり物に即した形じゃないんですね。
何かものに即すると正確さを追求はできるんですが外面的であって、要するに自分で納得いかないんですね。いつまでたってもものにこびる、ものにこびて最後には疲れ果てて物の手下で終わるということですね。そうじゃなくて物を自分側に引っ張ってくる、どうやったら自分側に来てくれるのか、どうやったら物が自分のタッチと、共鳴して喋り出してくれるのかということを、まあ、考えるんですね。どうやって喋るんでしょうね物は。で人間というものが、物を引き寄せる場合にですね、人間というのはかわいそうな存在ですね。正解の行為ができないんですね。正解、正しいタッチっていうものをいつも求めるんですが、正しいことがどうしてもできない、やろうと思えば思うほどですね、徐々に物にこびていくんですね。そういうもんです。で間違った時、人間が、あ、これは間違いだ、もう完全に俺の間違いだという時にですね、物っていうのは助けに来てくれるんですね。あ、人間が間違った、人間様が間違ったぞ、みんな助けに行けという形でですね、その形に変化してくるんですね、物が。そうすると自分が描いた形が 100% 間違ってない形になるんですね。つまり自分の描いたタッチが全然間違っていながら全然間違ってないということ、現象が起こるんですね。これが合ってるデッサン、正確なデッサンということです。正確なデッサンというのは決して正比例を取れるということではなくて、ものを、こっち側についてこさせることができるということですね。どうやったらついてくるのか、ものっていうのはなんで、人間についてこようとするのか、そういうところですね。そういうところは書きながらいろいろ、研究してほしいんですけれども、もの、人間の正確さっていうのはですね、何が正確かって言ったら正確じゃないことが正確なんですね。で人間っていうのはその大きくやっぱりいけない存在でしてね、罪深い存在なんですね。でこの罪深い存在がですね、罪深いことを自覚することによって、被造物、要するにヨーロッパの 文明でいうですね、要するに聖書から始まった美術の歴史がそこで花開いて教養として生きてくるわけですね。自分が間違っているということが 100% 自覚できればですね、物っていうのは助けに来る。そしてそれが、自分 の, タッチに即して形を変えてくれる。でこれをですね、西洋文化では許しというんですね。でこの許しっていうのは、ですね、自分が、間違っていて、人間というものがどういう存在かということを自覚するときに立ち現れてくるということなんですね。今回はここまで。